じいさんこんにちは。こんにちは。練習してますね最近。ドライバー結構。はい。あんまり調子良くなくて。今じいさんゴルフ歴どんぐらいでしたっけ？ゴルフ歴は、はい、あれなんです。久しぶり20年ぶりに始めて、はい、1年ぐらいです。20年ぶり。20年ぶりに始めて。まあまあ経ってますね。まあまあ経ってます。その間何してたんですか？何もしてない。最近どうですかドライバー？なんか、はい、ちょっとやっぱ左に出るんですよね。はいはいはい。なるほど、左に出ることが多いと。はい、最近ちょっと、はい、じゃあ今日ちょっと審査ちょっとリアルにレッスンしていきましょうか。もうこれ打ち合わせも何もないですけど、はい、いつも通りすみません。じゃあちょっと打っていただいて。打ってみます。はい、打ってみると意外とまっすぐ飛んだりする。でもこれガチで一周行けばそれが一番いいんで。おお、はい、いきなりいきなり。なるほどなるほど。でしょ。はい、うん、いやー綺麗に。これ全然あれですか？あ、大体こんなこういう左が。まあ10年ぶりにしては全然ぶれてますし、すごいですけど。こうなるんですよ。なるほど、はい、ちょっと左が多いですか？左が多いですね。あ、なるほどね、うん、もう一回言っていただいてもいいですか？はい。結構これは CP 持ちの方に多いかもしれません。なるほど、まあ、これもなんか左ですよね。ちょっと左です。左ですよね、うん、なるほどなるほど、わかりました。ちょっと審査こっち来ていただいて、はい、まず映像を見ていただいたら分かるんですけど、ちょっとカメラ寄った方がいいかな。はいはい。先ほどからですね、ずっとこれヒールヒットって言って、はいはい、あれちょっとヒールなんですね。これ真ん中に当たったかな。これちょっとごめんなさい、真ん中寄りですけど、まあ今までの3球ぐらい見たら、はい、結構ヒールヒットって言って根元に当たってることが多いんですよ。これもちょっとヒールですよね。はい。で前回動画でも言ったんですけど、根元に当たるとフェースって閉じるんですよ。あ、うん、でここに今の新次さんの5球の平均のフェース面が一番右のディレクションっていうところに出てるんですけど、これ全部マイナスだと思います、はいはい、これ被ってますよってことですね。先生開いたらプラスになるんで、はい、でそれでなぜそうなるかっていうのがすごく大事なんですけど、ちょっとそれを今から解説していきます。審査の場合は結構いろんな方多いんですけど、はい、トップスイングからダウンスイングにかけてこの右の腰が前に出るんです、はい、右腰が前に出て右膝が前に出て手元が前に出ると、審査毎回芯に構えてたらどこに当たりますか？根元に当たります。これでヒールに当たってフェースが返って今みたいになって、はいはい、そうで、まあ、これちょっと一つドリルがあるんですけど、うん、構えたところから手元が出なければヒールには絶対当たらないですね、はい、さっきみたいに審査みたいにダウンスイングで右腰が前に出てで膝が出てグリップが出てヒールに当たるから左に行く、はいはい、そうなんです、まあ、なんでクラブをこう右手一本で持っていただいて、はい、左手で右の股関節を押さえつけてもらって、はい、でこれが出ないようにこの練習がすごくいいです。もちろん片手なんでインパクトの圧に負けてちょっとフェースが開いてしまう今ありますけど、基本的にですね、スイング中に横この動きは全然やっちゃっていいんですよ、はい、ゴルフっていうのは。でもこの動きは絶対ダメです。骨盤が前後するような動きで、だからトップスイング上げたらダウンスイングの時に右股関節が出ないようにしていただくと手も出ないのでヒールに当たらないですね。この感じで言っていただくと、なるほど、いいと思います。そうっす。ちょっとやってみましょう。やってみましょう。いきなりですけど、難しいな。そこを押さえて、そこを押さえて、はい、で右腰を前に出て、出さない、腰を出さない。もう全然全然片手で空振り OK。そんな早く振らなくていいです。あ、こうゆっくり、こう10やらないと。そうそう。こういう感じです。20年ぶりの方に片手を出すらしいですね。そうそう、右腰が出ない。
難しいよ、大丈夫です。すごい。オッケーオッケー。で、それで、このハイハットが、このハイハットが、構えたところよりも、こっちにからヒールに当たるわけですね。なので、上げたら、その右の腰が出ないのと、プラス手が体の近く、チェンさんが右太ももの近くに降りてくるぐらいの感覚で、ちょっとやってみてください。右腰プラスアルファ。手前空振りしてもいいんで。そう。そうそう。右手が右太ももの近く降りてくる。そう、離れない。これぐらいです。今ぐらい。右手が右太ももの近く、ああ前出た、入れてます。右手が太ももの近く、もう要は構えたところよりも近くて、今のすごい良かったですね。どうしてもね、ボールが目の前に行っちゃうと当てに行っちゃうんです。はいはいはい、もうね、そう、太ももの近くにそう寄ってくる。この感じで練習して、右太ももと、ごめんなさい、右腰とグリップが前に出ないような練習すると、テニスはすごいよ、感覚をつかむために良くなってくると思いますよ。はい、ちょっとそれ意識して振ってみましょうか。わかりました。一回素振りしましょう。いきなりできないと思うんで、そう、 OK です。はい、右太ももスレスレです。右太ももスレスレ。OK、治った。はい、ちょっと球、ちょっともう一回打ってもらっていいですか。右腰を前に出さない感覚と、あとグリップは体から離れない感覚で、はい、そう、 OK です。これですよ、ジンさん。ちょっと待ってくださいね。これ球が右に行ってるのは何でもいいんで、はい、さあ、今の皆さん、ヒールヒットが治ってるか見てください。これ芯に当たってます。で、この芯に当たった時はフェースが、ヒールヒットの方は開き出すんです最初。これはまた別の話で、ダウンスイングの時のフェースをもうちょっとかぶせれば、これでまっすぐ行くんで、はい、そうです。じゃあそのまま行きましょうか。今の新さん、グリップと右腰の感覚残しながら、次はハーフウェイダウン、右腰の位置でパームダウン、こうやって見てる、はい、こうはダメですよ、はい、正面です。そうです、太ももの近くを下ろしながらフェースを閉じていく。ちょっとね、2つやるのは難しいですけど、ちょっとやっちゃいましょう。そう、もうちょっと早くですね、閉じていけると。でも、もうヒール全く当たってないんで、これが実際芯に当たった時の今のフェースの向きですから。 OK、 OK、 陳さん本当に前に出なくなったんで、最初のアドレスが遠すぎると先にしか当たらないっていうことですね。そう、ヒールヒットの方ね、結構アドレス遠い方多いんですよね。そうなんです。 OK、 これぐらいいいんじゃないですか。フェースを閉じて、そう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 、 OK、 OK。こうすると左のチーピンがもういつの間にか治ってると思います。なるほど、怖くない。ちょっと今日モードが厳しいモードでやってるんで、飛距離があれですけど、今の完璧ですね。手元離さないように、 OK です。治った、はいはい、治りました早いチーピン治りましたね。まあね、離れてるってことですね。で、根元に当たり出すんで、アドレスも遠くなっちゃうんで、うん、悪循環になっちゃうんで、フェースもっと閉じて、そう、 OK、 陳さんナイス、これいいんじゃないですか。ナイス、どうですか。まあまあですか。まあ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 、ちょっと当たり悪いです。全然全然、今ので、あの、軌道直せばまたドローになってくるんで、ね、左行かなくなったんで、クラブの軌道が少しアウトサイドインになってるだけで、はいはい、あとこれできるようになってきたらインサイドアウト直せばいいと思うんで、はい、はい、これでチーピン直ると思うんで、ありがとうございました。地球を守りたい。紙のリサイクルは森林伐採を減らし、環境保護につながるんだ。けどおじさんは紙欲しいだけだよね。エビスは紙リサイクルに貢献する会社だから紙が欲しい。紙ゴミ処分はエビス。